Yeah.
お前。ムーミンブラザーズぐらい聞いとけお前。おえ。っていう人もみんな楽しめるようなそんな内容になってます。
で大体なんか1年生で入ってきた人たちとかに何のバンド好きなのって聞くとレッチリとか返ってくるんですけど、そうかお前一番好きだ。今日レッチリ好きな人ってちなみにどれぐらいいます？結構いますね。ということはもしかすると次の曲を聴いたらレッチリを好きな人もピンとくるかもしれないし、ブラックミュージックで好きな人もピンとくるかもしれないし、もしかするとポップスが好きな人もピンとくるかもしれないですね。そんな気になる次の曲をぜひ聴いてください。
しんでいただけているでしょうか。早いもので次で最後の曲です。私自身もこのステージに立てていることがまだ信じられないくらいです。去年の関東の大学音楽祭で多大の皆さんのライブを見て、そして先ほどソウルフルな歌声を披露してくださったバユミさんはじめ明治の先輩方のライブを見て、とんでもないサークルに入ってしまったなと1年生ながら思ったのを覚えています。その時に、カンナナっておしゃれして出れるんだなで結構憧れがあって、女子たちで何着てくとかわちゃわちゃしてたんですけど、バンマスのじゃあバンティでの一言で、これに決まりました。こっちの方が明治らしいかなっていうことで、最後まで行ってまいります。行ってまいりたい。最後の曲はめちゃめちゃ踊れる曲なので、まだ踊りきってない方はここで最後踊ってから帰って行ってください。ありがとうございます。最後まで楽しんでいきましょう。You do.
だ。いや、うちらの同期やっぱり間違いない。さきちゃん、バエミ、岡田、ちかのすけの最高だったな、雄大。Yeah.